次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。人質に取られてんだぞ。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティを与える。ゾーデンボルには一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。花輪さんは死体も上がらんで、この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます。やってみりゃいい。その時はお前らも渡せば、この世に生まれてきたことを後悔させてやる。あの一番奥のやつ、キャッスルやろ。お前の名前はそんなんじゃねえだろ。お前は死んだはずの男だ。ほら、今こそ桐生さんの力が必要やと。近江連合と、それから東条会のために、うちの親父と東条会の六代目堂島大吾、この二つを解散さすんです。大道寺一歩はあなたを警戒していました。お前ら下がれ。お前何を。ジャカシー、もう済んだことや。あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ。本当に俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もう自分の過去も人生も名前すら捨てている。だが俺の道を邪魔するってんなら力ずくで押し通らせばよ。最初の目的地はハワイですか。いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。どうぞお気をつけて。上流。今作は新たに2つのバトルスタイルが登場。バトルスタイル、エージェント。様々なガジェットを使いこなすスタイリッシュなバトルスタイル。後ろ、出番だ。ガジェットを駆使して敵を一掃せよ。バトルスタイル王竜。今までの喧嘩スタイルを極めたバトルスタイル。豪快になったヒートアクションで敵をなぎ倒せ。戦況に応じてスタイルを使い分け敵を圧倒しろ。いい夢見ろよ。そして大人の街遊びも完全復活。さまざまなプレイスポットも登場。シリーズ最大規模
熾烈を極める闘技場。最強のチームを作り上げ、かつてない大人数乱戦に挑め。ジャブジャブ使ってろよ。ご褒美や。夜の遊び場キャバクラ。いらっしゃいませ。お疲れ様です。全編実写で遊びはよりリアルに。どうしてこのお店にいらっしゃったんですか。好感度を上げてご褒美タイムをゲットしろ。さらに自分好みに服装を変えることができる。おしゃれして街中を駆け巡れ。その他にも新規楽曲が追加されたカラオケや、おなじみの定番ゲーム、さらに懐かしのゲームまで多数収録。大人の欲望が詰まった渾身の一作。えりすぐりの遊びを心ゆくまで堪能せよ。蒼天堀龍が如くセブン、外伝、名を消した男。フリーズ。ホールだ。たく、浜の英雄が何やってんだ。久しぶりだな、カズカ。キリュウさんですか。来い、こっちだ。龍が如く8スペシャル体験版。